まあ、どっちでしょうね。まあ、しまってくるか、銀歩でついてくるか、玉下がるか、まあ、3択ぐらいだとは思います。さあ、来たね。これはでも、1回取っといて、同銀に玉上がる感じかな。右玉。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも、わかりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、相手の方がですね、角換わりやりたいと言ってますね。うん、なので角換わりやっていきましょう。で、こっちとしてはまあ右玉かな。右玉いきますか。この端はね、ちょっと受けると4五桂馬9線の含み可能性があったんで、まあ、ちょっとね保留してっていう感じですね。で、俺後手番よね確か。うん、早く銀で受け止めとくっても全然あるんだよね。歩ついて銀が出る、銀が出る、銀来る、歩つくで早く銀やね。どうするこれ。早くり銀かなと思ったら多分棒銀じゃなさそうなよね。まあそしたらじゃあこっちも右玉いきますかって感じなんですが、早くり銀か、まあしゃあないか。あと1手で、最短1手で仕掛けてくるんだけど、まあその時にって感じですね。まあ銀上がっていきますか。銀桂馬で跳ねといて、でもこの感じなんか囲ってきますね。うん、まあ一回囲うよね。金上がって右玉行きましょうか。引いて。ここで仕掛けてくる可能性はある。ここで来るか、金一回しまっとくか。まあどっちでしょうね。まあしまってくるか、銀歩でついてくるか、玉下がるか。まあ3択ぐらいだとは思います。さあ来たね。これはでも1回取っといて同銀に玉上がる感じかな。右玉。で、ついてきて、まあ歩歩銀で交換になって、歩打って、で、こっからっすよね。まあ一応相手が歩歩銀角持ってるんで、こっちから攻めてくる可能性があると。まあなので、ここは、切り返していかなくちゃいけない。まあ急いで攻めなくちゃいけないんだけど、まあどっから攻めるか問題ですね。こっちから行く手もあるのかな。あ、でもこっちから行くと歩なら継ぎ歩で桂馬跳ねれるんやけど、歩の時に銀で5五角が消えてるのがここの歩の意味ですよね。まあこっちから行きますか。まあ玉頭やっぱいじくっていくのがいいんじゃないかなと思います。ちょっとやってみましょう。それはまあ取っといて、ここ味付けしてからこっち来るんかね。叩いてこの辺に銀打とうとか。あー、来ましたね。これはでもね、取ったらもう早くなっちゃうと思うんで、無視して1手2手かけてる間にこっち側でなんかしたいね。ということで気になるのは、まあそうですね、歩ついて気になら歩ついて十字飛車食らうよね。なのでまあ普通に歩つきたいけどね。で銀ぶち込む手見せてどうか。他、まあ相手から攻めるとしたらこの辺に歩叩いてくるとか、例えばここ叩いて同銀なら角打ってみたいな。あー、いやこれはでも同銀じゃない、同銀で歩合わせてくんかな。このライン気になるけどね。取ります、歩合わせます、同歩です、飛車走ります、銀がここです、角打ち、攻防手なんか刺さないからね、多分ね。角打って、その時に、
か、取って歩打った時に手抜いてなんか攻めれたらいいんだけど、歩打った時に銀ぶち込む。まあそれでいきますか。もうね、あの1手2手3手かけさせている間にこっちでなんかできないかなってことですね。これは歩打ってきたら、まあ、跳ねとくかな。これは、いや待てよ、跳ねる前に剥がすか。これはですね、桂跳ねたらこっちで取ってくる可能性があったんで、これは一回跳ねとか、跳ねとくっていうか、その決めとかんと歩が払われる可能性があったんで後から取りました。でこっからっすね、まあ、一応銀と金は当たってるという形なんですが、ここもちょっと怖いけどね。銀ぶち込み、同銀同歩、玉で角打ちとか、このライン、このラインですか。あー、どうしようかな。これ銀取る手がいいのかどうかわからん。まあでも取れるもんは取っとけっていう話もあるし、むずい。桂馬は出すと逆になんか攻めがありそうで嫌なところではあるが、この角はちょっとなんかでも甘いけどね。なんか感覚的には近づけて受けようっていうんだったら、なんか歩ついて角やったら金打つとか、まあ、手筋はなんかここ歩つきたいけどね。この角さ、なんかこっちにしか効いてないよね。こっちあんまり効いてないから、うーん、そうですね、まあ手筋は歩かな。この歩が働いてるかって言われるとちょっと怪しい気がするし、歩打って銀打たれて同銀同銀玉に角が来ても、あー、ここの桂が取れるんか。あー、その手があるなら、やっぱ角合わせ、金じゃないよね多分ね。角合わせ、角合わせ銀ならこっち引いとけばいいよね。角合わせ銀なら引いといて打ち込まれて取って取って取って、角あるんやろ。角合わせかな、やっぱ。取りたいんだけどね。なんか桂馬渡すと逆にこうなんか飛び道具が上から飛んでくる気がするんで、こいつはね、なんか取らない方がいいんじゃないかと。避けてもらって歩とかの方がええんじゃないかと思うわけですよ。角打つと均等になるよ。角打って角打ちたいよね、これ。角打ちたいんじゃない、これ。角打ってこの金取り受けにくくない、受けれんくない。避けるなら避けるしかないんやけど、ここかここかここやろ。歩もつきたいけどね。はい、ありました。おめでとうございます。ふう、はい、感想戦やっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、相手の方と、まあ右玉、角換わり右玉対角換わり早繰り銀の戦いになりました。で本譜ですね、まあ、41手まではよくある、仕掛けだったんですけど、まあ、ここでですね、まあ、3六歩っていう切り返しするか、まあ、4五歩で仕掛けていくかみたいな感じだったわけなんですが、まあ、3六歩の変化ちょっと見てみましょうか。3六歩、これは次にね、まあ、例えばパスしたら銀ぶち込んでいくよっていうことだとは思うんですけど、違う、三三桂跳ねろと言っている。まあそんな、いやいやいや、それ結構怖いけどね。いや、なんか3六歩でパスするわけなくて、こっち来るっしょって思ってるんですよ。これ結構怖いけどね。だって9五歩、9二歩とかさ、9三歩とかでも結構怖いよ。これでもう爆弾セットされてますからね。
あの歩が手に入るから歩成が同型でもう一回歩打てば桂が取れると言ってるのか。あ確かに、まあそうなん、部分的にはね桂馬得できましたけど、じゃあその桂馬どこで使うのっていうのは結構気になるところで、まあここで6五歩ついていくんか。走っていきそうだね、これ来るよね多分ね。で6六取り込んで、まあ歩成でしょうね。銀ぶち込んどく、うん、まあぶち込んどくよね。まあそんな感じの戦いもあるわけですね。まあ普通は端から来るよなっていう、まあ普通というかね。これこういうのでつながるっちゃつながるのか。まあでもこれで互角なんですけどね。互角かって感じなんですけど、まあ本譜は、まあ、3六歩の垂らしではなく、まあ6五歩、後手番なんで6五歩でいきました。で相手の方が、まあ、歩取ってきたんで歩ついてきて、まあ端から来たんですけど、ちょっとねもうちょっと早く端から来とけばよかったんじゃないかなっていう感じはしますね。なんか自分の玉頭もうやっぱ危なくなるんで、玉頭戦やるよりは端から一方的な主張をした方がよかったんじゃないかなっていう感覚はあります。でまあそうね、突き捨てで解くべきだったかもね、ちょっと難しかったけど、まあそうね、突き捨てて同銀なら歩取り込んでってことよね多分ね。突き捨てる同銀なら多分6六取り込んで銀ぶち込み狙えとか言われるんやろね。そうですよね。で銀ぶち込み怖いから金とか上がってもやっぱ一回剥がすんかな。剥がすんですね。で取って取ってみたいな。まあ、動力怖いけどな。で5五角が決まるんか。なるほど。まあなので8六歩は入るだろうってことか。こう取ったら十字飛車でいいじゃんと思ってたんですけど、まあ先に入れとくのがまあ得そうですね。はい、54手目ですね。6六歩打ちがあるみたいです。これですね、例えば同銀で取るとどうなるのっていうと、銀がここにいなくなったから音符と同じように、まあ、7六角打ちが入って金がボロッと取れるよっていうことですね。で、うん、じゃあなので、あの銀では取れないから、まあ、どっかに下がるしかないんだけどっていうところですね。まあでもこっち行ったらやっぱ角打ちがあるかな。角打ちで桂馬を取れるんか。ああそうね。で歩打ってまっすぐなら、まあ、でも角打ちで金桂両取りでもいいけどねこれ、うん、ですよね。で今度逆でもやっぱり角打ちが入ってって感じじゃないかな。角打って金に玉金両取りにしといてって感じよね。うん、かといって、まあ、取れんからって言って、まあ、こっち逃げてきたら、まあ、それはそれでやっぱ角があるし、っていうか角打つまでもなく5五金で一手詰みなんか。馬これめっちゃいい手ですね。なるほどね。6六歩打ちめっちゃ痛いな。はい、で本部のね56手目もね普通にこう桂馬鳴る手があるみたいですね。桂馬鳴ったらまあ同桂なら角打ちがやっぱあるよねと。で同玉なんでしょうけどね、同玉だとこれはあでも5五角で王手飛車があるのか。はい、そうですね。最後60手目、まあ、角打ちを見て相手の方は投了されたんですけど、例えば避けるとしたら、まあ、下がるか、こっち行くかなんですけど、やっぱ金ボロですよね。で、上行ったら、金で積んだりはせんのか？金打って、取って、取って、こっち行って、積みはないか。積みはなさそうやけど、かなり危ないっすよね。まあ、こっち行ったら普通に金取られといて、うん、ちょっと辛そうだな。まあ3400点ぐらいね差がついたんで、まあ投了やめましといったところだったんでしょうか。まあまだまだこうちゃんと着地するには難しい将棋だと思います。はい、いかがでしょうか。今回ね、角換わり右玉対早繰り銀の戦いやってきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の腰掛け銀じゃなくて角換わりの右玉対角換わりの早繰り銀
ぜひお待ちいただけると幸いです。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。